としみつさん、ちょっと来て、ちょっと来て、とし、うん、みつさん、ここはこれリンチリンチリンチとしみつさん、めっちゃ嫌や。何すか。おい、お前さ、どうしたの、まだあるじゃねえかよ。いや、昨日言ったじゃないですか、だからどうしたの。いや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 、昨日何て言ったか知ってる。昨日は お腹いっぱいで食べれないから。そうだ、俺昨日仲良く哲也と帰ってたわ。お腹いっぱい食べれないから昨日持って帰ってもしょうがなかったんですよ。さすがにちょっと俺色変わっちゃってない。え、それ何それ。いや、これは、うん、これ一塊じゃないですか、うん、これいいお肉の黒毛和牛のヒレ肉なんです。この6個あるんですよ、塊1キロ、うん、ネットで買ったんですよ。美味しそうだなと思って。いいじゃん。でも1キロ食べれないじゃん、そんなの。まあ多いからね。だからその次の日買って届いたその日が虫芝以外で撮った。そう、うん、で、あげたかったんですけどちょっと鮮度もあるんでつって持ってきて3人にあげたんですよ、うん、もらいました。ありがとうありがとうつって、もう食べるわつって、ありがとう。で、コンロにあげたんですけど、うんうん、見て、でまだ1000人中だったら肉食った方がいい、うん、これ1個だから5、6千円するんだよ。いや、本当にありがたい。実はね、本当そういうとこあるよね。なんか、俺本当に分かんないんだよね。なんか、なんで何回も何回も同じ失敗し続けるじゃん。忘れちゃったって1回あるのは分かるけど、次の、もうこれ4回ぐらいやってるんでしょ。そう、忘れちゃったがね、重なるんですよ。気持ちが分かんないんだよね。美味しいのに1回忘れるってことは2回目も忘れるってことだ。いや、まあ2回目はね、まあまあ許す。4、5回じゃん。昨日は意図的に置いた。え、嘘だ。だから昨日だって置いてく必要がないじゃん。お腹いっぱいあったもん。いや、置いてく必要はないじゃん。持ち帰るか持ち帰らないか。同居人にも食べれるじゃんって、これ。そうだよ。1日一緒に食べるの結構重いからね。今日帰ってこれをもらったから料理してくれって渡しますよね。本当に持って帰ります、もちろん。素なの。え、なんか本当になんかさ、そのだらしなさというか、なんか理解しがたい。いや、いらないと思ってないよ。うん、わかるわかる。嬉しいんでしょ。嬉しい。でも本当に忘れちゃうんだ。本当に忘れちゃう。いや本当にわかんないんだよな。あの、本当に食に興味がないんですよ。食、いや、なんか食だけじゃないよね。そう、食とかじゃない。人からもらったものに対するさ、この執着がないよね。そう基本的にものに興味がない、ね、そう、え、なんかありがとうって気持ちだけで動いてるから何も興味がないのかな。ないね。何も自分、まああるものはある。やったー。なんかトータルしてどうでもいいのかな。これもなんかずっと置いてあるんですよ。そう、忘れてた。何もかもがどうでもいいんだよね、きっと。俺って多分結構人生どうでもいいよね。そうなんだよね。なんか昨日さ、悪タイプの動画も出てさ、哲也くん優しいみたいになってたじゃん、うん、どうでもいいんだよね、きっと。まあまあまあ、哲也の優しさってどうでもいいから来てる気がするんだよね。なるほど。そう、優しさってなんか責任を背負う優しさと無責任の優しさがあるじゃん、うん、無責任タイプだよね。全部が許されるんだよね、きっと。これはこういう理由だからダメだとかないのか。いや、子供の時ね、うん、心を痛めたことたくさんあるわけですよ。はいはいはい。だから、痛める必要ねえわ、どうでもよくなっちまえばいいっていうきっかけがあるよ。悟り開いてるじゃん、主人公かよ。そういうやついつか学ぶんだ。すごっ。いや、一個一個一喜一憂してると疲れるんですよ、人間ね。へこむこともありますよ、そりゃ。あ、あるんで。へこむ時間もったいないからへこむのやめよって。逆に心閉ざしてるんだから、この人は。あ、閉ざし、俺結構閉ざしてる。あ、それはある。あ、閉ざしがちで開くんだけど、開きっぱなしなんだけど。確かに意外と閉じてるよね、だから ね、本当に暗い人とかじゃなくて、わかる、実は閉じてるんだよね、扉を。徹夜ってそれを格は見せないよね。そうそうそう、人にね、格な見せない、ね、仲良くないとね、相手ないもんね。格見せれなくなっちゃってるでしょ、もう。格見せる人多分いないかもしれない、俺、うん、そんな重い話するって帽子取れ。帽子せめて帽子ぐらいないと。徹夜は格を見せない。実はね。あんま、なんか、分かる。本気の相談とかって人にしなさそうだよね。しないかも。そうだよね。あ、でも、うん、まあでも俺もそうかもしれない。うん、自分で解決した方が早いかもって思っちゃうしな。あ、でも俺もそうかも。で、どうしても無理になったかって感じ考えたら、抱え込む、抱え込むな、哲也。抱え込むじゃないけどな。大丈夫か。捨ててるから、全部。抱え込むも全部捨てるから。ちょっと、俺調べるわ、あの、相談の電話の電話番号。いいわ。なんでないの。教えてあげる。いいよ、哲也、いつでも電話式でいいから。24時間受け付ける。うん、あ、ここ相談買うんですよ。そう、いつでも大丈夫。抱えてないんですよ。俺、子供の時に手に入れたんで、抱えない方法を。え、いや、わかんない。なんか、こういう人が、なんか、その、うつ病とかになる、うん、ともならないとも言えんくない。そんな気がするね。いや、瞬間はある。
いくらなん、いくらね、捨てる力を手に入れたといえど、うん、大丈夫？哲也、哲也相談してくれるよ、サムネイルの。ん？哲也って意外とね、意外とみんなサムネイル相談来ないでしょ。あ、それは別に。哲也って意外と俺サムネイル相談してくれる。ちょっとそこはここに相談すな。ここで相談してらなくて。でもね、ちゃんとすごいね、結果的にね。二択あった、二択あって、どっちがいいって聞いたらほんちゃんと帰ってきて、あ、じゃあこっちにしようみたいな。真剣に。違う。ふざけの口裏合わせ、これは。じゃあ見せれる、見せれるよ。いや、すごいよかった。モノクロ、ね、LINE の一部始終見せれるんだから、ちょっと水と見てよ。あのモノクロは大正解だね。哲也の発想ないんだなって思って、うん、提案したら哲也ハッとしてたもん。 LINE でも新しい発想やった。文字からオーラ出てたもんね。ここですかね、この辺。まずここからしますね。まあ画面スクショ出してもらいましょう。はいはい。じゃあ一回ここ撮りますね。PUBG やったとこですよ。はいはいはい。で、あのメンバー全員をこうね、写真で出すのがいいかなと思って、うん、東海オンエアの宣材持ってってほしいって言って、うん、送ったんだけどね。そう、全員に、ね、全員持ってるんですけどね。もらったなと思いながら、うん、パソコンぶち壊れてそっから持ってなかったんですよ。一応、ね、まあ改めてちゃんといい画質のやつあげようと思って、うん、でもまあもらったんですよ、うん、で俺この時にパッてね、あのこの8枚が来たんですよ、うん、で、ああこのみんなが並んでるやつがいいなとか思ったんですね、うんうん。だから俺がね、後ろ向いてるボケに気づかなかったんですよ。うん、としみつのボケに。後ろボケじゃん。うん、そうですね、さすがに。おいおい、前向いてるやつ、顔見してくれよってさ、うん、っていうボケだった。徹夜なりに返してくるかと思ったらさ、ついちょっと見て。そう、これ7時半じゃん。うん、だから8時ぐらいまでにさ、ね、サムネ作りたいからさ、あの、あ、いい写真だと思って LINE 返さずに作ったんですよ。うん、で、そしたらもうすぐに、こうやって、わーったよ、参った。なんか恥ずかしくなってきちゃってさ、俺が15分後に来てさ、まあね、ボケにしたら雑だからね、うん、俺が悪かったんだなって認めたの。そう、俺が悪かったと思って、わーった、参った。あ、そっか、送られてきたのが38分か。そうそうそう、だからもうこの時点で残り20分ぐらいでもう作りたいっていう感じだったんですよ。だからもう気づかずに5分後にこれが来て、全員の写真がちょうど良すぎてボケに気づかなかったっていう、うん、6人並んでるやつに俺は目いっちゃったんですよ。で、聞くまでもないけど、どっちがいいと思うって、としみつに2択送ったんですね、俺は。うんうんうん、で、上が採用というか、あの、もともとのパターン。そう、うん、で、もう一個が、まあ、こちらなんですけど。いや、俺、これ。どういう格好したなんか、ウェーブみたいな。でも聞いてよ。聞くまでもないけどって聞いてるから、最初に。でも、上見てた時に、わぁ、釣ってんなと思って。うんうん、徹夜って結構ね、その、まあ、もう釣りですよって釣り方するから、もう、うん、がっかりさせないじゃん、これ見たところで。まあね、うん、だから絶対わかるもんね、その、そう、そんなわけないじゃん、そうっていうのを言えば。で、その上でどっちがいいかなと思って、もう2枚目のひしゃぎぐらい笑っちゃったよね。これなんかだってさ、ジーニーみたいになってるんだよ。その意図があるならいいジーニーみたいになってる。このなんかいや、ありますよ、あります。狙いがあってさ、ひしゃげさせてならいいけどさ。ありますって、これただ波紋かけただけ。意図ある、これは。あの、パラレルワールドでのね、戦いだったじゃないですか。うん、だからそういう異空間とか、あと絶望とか、そういうものが歪んだ空間っていうことがね、言いたかったんです。感性は人それぞれだから。急に自信なくなっちゃったのかなと思って。こっちの方がなんかコントっぽいというかさ、嘘っぽいかな。まあこれは嘘だね。嘘、そうそう、なわけ絶対文字と見た目合ってないんだから、うん、いいなって思ったんですよ。で、としみつから、まあ、急に全てのにおいての自信なくなったのを俺に出てきて、で、真ん中かなってきたから、うん、むずいこと言うな。真ん中ないからね。で、ボケできたんで、まあこうね、ちなみにこういうボケ、こうもあったって、全然今いらない話してくる。遠いじゃんっていう。潜在手伝いが遠いじゃんって。としみつはね、相談乗ってるふりしてボケてるわけだから。実はね、あ、そう真ん中って言うし、うん、遠いやつ全部ボケてると思って。でもそんな中でモノクロにしてみたらってきたんですよ、うん、だから、あ、その発想なかったと思って早速してみたんですよ。これで、これガチな採用。そうね、この採用だね、良いかもって思ってたんですよ、うん、で、そのところどうっていらないじゃん。もうこの LINE で遊んでるだけだもんね。相談じゃないわ。もう一緒に遊んでるどうって言ったら、かっこ美ボディって入れてくれたらいいよって言ったら、ごめんなさいって、うん、頑張るよって、心が折れました、ありがとうございましたって言って終わったんですね、うん。哲也だから、としみつにそういうの相談するんだね。相談ではないんだよ、遊んでるんだよ。としみつなら面白く返してくれるなっていう遊びをしてるだけなんだよね、きっと。ただ、PUBG でやってるのは、まとめやってるのは俺だけだったから来たと思うんだよね。はいはい。なんか、まあ、でも洗剤をパッて送ってくれそう、かつサムネでなんかぽいなっていう感じ。うんうんうん。
PBG 分かってたらいいかな。あ、そんなよ関係ないか結果的に関係ないですよ、あれは。